横浜市 A バス2系統は、港赤十字病院から、港南車庫前を、羽衣町、愚明寺、上大岡駅前を、経由して結んでいた路線です。21年3月の改正で、この直通運転がなくなり、磯子営業所が港赤十字病院から上大岡駅前の間、港南営業所が上大岡駅前から港南車庫前までの担当となり、上大岡駅前で系統分割されています。この2系統は、1928年の市電バス開設当初の日野線、愚明寺から日野間を源流としています。戦後の混乱期を経て、路線は徐々に延長されて行き、横浜駅前から大船駅までの路線となります。しかし路線が市営地下鉄ブルーラインと被ることから、72年の市営地下鉄開通後には、上大岡駅で系統分割されています。その後は、地下鉄の延伸と反比例するかのように路線縮小され、県庁前から港南車庫前までの路線となり、その状態は23年間続きました。その後の91年には、都心側のターミナルが港湾病院、現在の港赤十字病院まで延伸されて、ほぼ現在の路線になります。
進行中、事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お宅の方はつり革、手すりなどにおつかまりの上、スマートフォンなど機器の操作はお控えください。 The next stop is 山下ピア。バス停に停車するまでそのままでお待ちください。
パリコレクション。向こうから来る人もさ。そのままでお待ちください。いや出て。ゲストルームを
帰るときに行ってきて、お金になったりもある。バス停に停車するまで、そのままでお待ちください。
ることはお気軽にご相談ください。市営バスから車内事故防止のお知らせです。走行中はやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりください。また席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。
山田急接入り口でございます。進行中、事故防止のため、やむを得ず急停車することがあります。お立ちの方は、釣り革、手すりなどにおつかまりの上、スマートフォンなど機器の操作はお控えください。優先席付近では、スマートフォンなど電波を発信する状態にある機器の電源をお切りください。それ以外は、カナボードに設定の上、通話はお控えください。
にご協力をお願いします。Thank you.
降りたバスのすぐ前や後ろを横断することは非常に危険ですのでおやめください。お客様のご協力をお願いいたします。バス停に停車するまでそのままでお待ちください。
しました。港赤十字病院最初です。今日のエクストラは2系統の昔です。路線図は地下鉄開通直後の73年10月版の路線図です。多くの枝系統があり、現在の111系統となる陽光台駅への路線、現在の52系統となる野場団地、現在の野場中央公園への路線、後に40系統となり、廃止となる本郷台駅、大船駅への路線、それらのすべてを2系統として名乗っていました。また地下鉄開通直後であり、運転系統は上大岡駅で分割されていることがわかります。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。